マスターマインドの皆さん、こんにちは。動画を送るペースをちょっと緩めてですね、虎に集中していただいてるんですけども、まあやっぱり週に一度ぐらいはね、こうやって流していこうかなと思います。また集中的に毎日のようにお送りする、まあ、ようになると思うんですけども、今日は、非常に重要なですね、ファイナンスという点について皆さんに、今日本における現状と、この変化に気づいていますか、この矛盾に気づいていますか、そしてこれから先に何が起こるかを予測していますか、というこの3点でお伝えしようかと思います。まずこれに気づいてますかという点と、この矛盾に気づいてますかという、この2つを、ね、同時にお届けします。どういうことかと言いますと、今ですね、国民の金融資産というのが2015年で1400兆円あるわけですよ。日本の国民が現金とか、現金に代わる預貯金とか証券とか債券とか債券ですね、そういうもので持っているものが1400兆円ありますと。1400兆円あって、今はね、過去どうだったかな、どうだったかと言いますと、まあ、我々バブルの時代までが豊かだと思ってるんですけども、確かに豊かではあったんですよ。ただバブルの時代以上に今の方が豊かになってるんですよ。これ不思議ですよね。なんか知らないけど、格安の商品が出回ってて、給料は上がらないし、リストラになっていって不景気のように思えるんですけども、実はバブルの時代以上に今の方が景気がいいんですよ。景気がいいと。ですからこの失われた20年といいまして、バブル崩壊から、もう世の中の景気が悪いと、でお金が全然ないと、リストラも進んで会社も潰れてるという状況の中、低成長と言われてますよね。低成長といってもやっぱ成長してるわけなんですよ。その成長規模がここに表れています。それはなぜかというと、国民の金融資産が1986年で700兆円あったわけですよね。国民の金融資産ですよ。だから預貯金ですとか債券とか、もうそういうものをひっくるめて700兆円皆さん持ってたわけなんですよ、国民が。でそれがバブル崩壊以来、倒産とか破産とか、まあ、個人債務整理とかね、いろいろあったんですけども、どうなったかというと、2015年で1400兆円に倍増してるんですよ。だから数字的には豊かなんですよ。実はこれに気づいてますかってことなんですよ。そしてこの矛盾に気づいてますかってことなんですけども、700兆円も金融資産が増えたのに、なんで世の中は、まあ、いわゆるですね、貧乏なのかってことなんですよ。なぜ貧乏かということがここにあります。今マーケット全体をこう四角で囲ってですね、捉えますと、売買市場ってものがありまして、その一部に貯金ってものがあるんですよ。貯蓄市場、これが国民の金融資産です。でここの中に入ってる限り、売買市場にお金が出ていかない限り、売買が行われないわけですから、ここでお金が固定してですね、こっちの方にはもうキャッシュが全然ないよという状態になってきます。ですからこの箱自体はお金があるんですよ。お金があるんですけども、この金庫の中に入ってしまって、現金のやり取りする売買市場にはもう非常に出てこないと。だから持ってる人は持ってて、持ってない人は全くお金が回ってこないという状況なんですよね。いくら金利を下げたところで、ここに入ったものがタックスヘイブンとかね、パナマ文書とか問題になってますけど、他の国に行くだけで、国民に、日本国内に流通してないんですよ。でもう一つ大きな誤解があるのが、この貯金っていうのを分解するとですね、保険と年金と、まあ、いわゆる普通の一般の貯金とに分かれるんですよ。この3つってのが多くの日本人は別物だと捉えてるんですけども、これ同じものですからね。どうですか、将来年金が毎月毎月100万円出ると思ったら貯金しませんよね。保険もかけないと思います。毎月100万出るようでしたら保険もいらないですよね。で逆に年金は出ないけども不安だからっていうんで、貯金をたくさんしたり保険をいっぱいかけたりとか、まあ両方とか片方でもいいんですけども、毎月100万円下りるような保険にかけていたら、年金が出なくても貯金がなくても痛くも痒くもないですよね。で貯金が毎月100万円できていたら、今保険にも多分入らないですし、年金も当てにしないと思うんですよ。要するにこれ同じものなんですよ。全て流動するお金ではなくて、固定してしまって金庫の中に入るお金なんですよね。じゃあこれが1400兆円ありますよってことなんですよ。で1986年バブルの前は、もう崩壊直前は700兆円しかこの中に入ってなかったと。700兆円しかなくって、その他のお金はここ全体に回っていたんで景気がいいように見えたんですよ。
でも実際今国民の金融資産が増えたっていうことはここが増えたんですよ。ここが大きくなればなるほどこっちはちっちゃくなりますんで、だから景気が悪いように見えるし、実際に、この景気を享受できないっていうのはこっちに我々が入ってるからなんですよね。でこちらのお金を引き出してくる、引き出してこないといけないんですよ。でそのためにもう単純に言ったらお金をどんどん使いましょうってことなんですよね。お金をどんどん使えば市場がどんどん潤沢になっていって、ここのお金が減っていけば、小さくなっていけば全体のお金の数というのは変わりませんから、こっちにどんどん出ていって、まあ、血液の流れのように、まあ、お金が回っていくと、またバブルの時代みたいになっていくっていうことなんですよね。で我々私たちがなぜこういうことを理解しなければならないかと言いますと、この次に何が待っているかってことに来ます。それは何かというと、ここが膨らみすぎるとですね、ここが膨らむと日本の国債ですよ、日本国家が抱えている借金を、この預金を封鎖すること、要するに取り上げることで解消するっていう奥の手がこの国には待ってるんですよね。で実際に日本というのはそれをやった前科がありますで今回も財産税とかね、そういうのをかけることになってきて、預金に対して税金をかけるみたいなことになってくるわけですよ。でそうなるともう我々はお手上げですよね。この保険にしても、もう年金なんてのはもう使われちゃってるわけですよ。完全に年金130兆円ぐらいが年金としてあるのに、もうここがどんどん足りなくなっていると、ここ年金はもう将来我々はもらえないと思っているんですけども、これね、要するに国民の義務なんで払わなくてはならないんですけども、受け取ることができないというね、もう払いっぱなしの状態が起きます。払いっぱなしです。でこの年金も払わない人には給料の差し押さえみたいなことも裁判で起きてきて、もうですね、年金を払わないで済まそうっていうことが不可能になってきてるわけなんですよね。で保険なんですけど、これはまあ任意なんでかけなくてもいいんですけども、その代わり保険にかけないと痛い目を見ると、プラス TTP が始まるとこの保険の制度ももう、日本独自のものでは成り立たなくなってきますんで、もう大変なことになると、まあちょっとね、説明はここで割愛しますけど、それで貯金ですよね。貯金は話した通り没収される可能性がこれから高くなってきます。ですんで、預金を預ける人、大きな資産を持っている人はどんどん海外に預金をするようになるんですよね。そうするとますますですよ、ここ市場のお金が消えていくので、まあ、国民に回ってくるお金っていうのがね、非常にもう寂しいものになってくると。でこういうふうなことをやっぱり全て理解して、物事をねグローバルに捉えていかなければならないと思います。最初の話に戻りますけども、これがあのまとめです。700兆円あったものが1400兆円に国民の預金が増えているのを低成長というね、この矛盾が襲ってるんですよ。お金はあるのに使ってないって状態です。お金があるのにですよ、今よりもお金がない時代に市場にどん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 お金を国民が、まあ、流していたわけですよね。こういうことになってきますと。でなぜこの差が起きているかと言いますと、この時代っていうのはまだ物がまだ足りなかったんで市場で売買が起きてたんですよ。でも今はどうですか、欲しくなるものが非常に少なくなってきました。物質的にはもう価値の時代に入ってきたわけなんですよ。あの質の高いものを人はお金を出して買うけども、なかなか質の高いものを提供できる人がいなくなってきたと。質の高いもので、実は質の高いものっていうのは個人で発信できるんですよ。そして個人で発信する媒体メディアがもうすでに我々にはあるんですよね。ではこれを活用するために IT をやっぱり学んでいかなければならないということになってきます。ファイナンス全体を見ると IT を活用しないと生き残れないということになってくるんですよね。でプラス言えば、この預貯金っていうのは海外にどんどん流出しますんで、日本国内だけで勝負してる人っていうのはもうかなわなくなってくるんですよ。だからよく言えば、語学ですよね、英語くらいはやっぱりマスターして海外の金融市場とか IT 市場に参入していくことをやっぱりこう強くねお勧めするわけなんですよ。で私も英語が堪能というわけではありません。ですからのヒアリングとか難しいですし、喋ることもできません。ただ我々は実は12年間の英語教育を受けてきて、教科書を見て勉強しましたよね。書くことによって勉強しましたよね。ということでですね、英語のテキスト見てみてください。 PDF ファイルでも6割ぐらいは読めますんで、おかげさまで、あなたでも英語のテキスト、英語一色の文章でももう読めるんですよ。6割ぐらいを読めればもう十分です。今の段階では十分です。ただ6割読める力があるのに、最初から苦手意識を持ってその文章を手に取らなければ
もう全く使えないのと同じレベルになってしまいますので、ちょっと難しいかもしれないんですけども、抵抗があるかもしれませんけども、1日1枚の PDF ファイルでもいいので、ちょっと目を通すことからね始めていただければと思います。以前こういう話もしたんですけども、あれからおそらくやらなくちゃなという思いのままやってないと思いますので、本当1日ね5分ぐらいでいいんで、1枚の PDF ファイルに目を通して、あ、ちょっとなんか読めるなというふうなことに気づいていただきたいと思います。本日のマスターマインドは以上です。ありがとうございました。